んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは親への依存をやめるです。もう社会人になっているのに給料が少ないからといっていつまでも親の世話になっている人がいますよね。そのくせ親に生活費も出さず、出していても3万円ぐらいで親に偉そうにしていたりします。結局給料が少ないといっても自分の好きなものを買うために少ないと言ってるのですよね。では親は一体何年好きなものを買わずに我慢して子供を養えばいいのでしょうか。この人たちは自分の思いには敏感ですが、親の思いには全く気づこうとしません。しかしさらに悪いことには、こういう親はもうほとんど心が麻痺していて、自分たちが子供の犠牲になっていることに気がつかず、ほぼ自動的に仕方がないと思って現状を何ともできないでいるんです。でも親から離れて暮らしている他の兄弟にしてみたら、親元で大した生活費も出さずに暮らしている兄弟はたかりに等しいんです。ですからこれは親に対する暴力と同じです。こんなことを続けていると自分がお金で困ることが生じます。例えばリストラに遭うとか詐欺に遭うとか、お金を貸して返してもらえないということもあります。また自分が親を苦しませているのを心の奥で知っているので、自分が親になれないんです。結婚もできないかもしれません。こうしていろいろなトラブルが発生するのですが、心が子供なので未来のことが想像できず、今のことしか考えられないんですね。そしてずるずると同じ状態を続けてしまいます。今日はこれを直しましょう。本人は問題と感じていないので、この誘導瞑想を聞かないと思いますが、あなたがもし親なら、または自立している兄弟ならば、あなたから解消することができますので、しっかりと聞いてくださいね。いつものように自分が6歳の子供だと思って目を閉じて聞いていてください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたは親に依存しているよね。もう立派な大人なのにまだ親の世話になっているよね。給料が少ないからとか、忙しくて家事ができないからとか言ってぬくぬくと親の世話になっている。そして親に家事をさせて、親の負担で家に住んで、親に何の遠慮もなくあれこれ用事を頼んでいる。それで自分は好きなことにお金を使い、家にはわずかしかお金を入れていない。本当に情けないね。大きな子供のままだね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたは体は大人だけど心は全くの子供で、自分の人生に責任を持とうとしないよね。それにあなたがいつまでも寄生虫のように親にたかって生きているから、お金のトラブルに遭う可能性だってあるんだよ。それに親を苦しめていることがうすうすわかっているから、自分が親になりたいなんて思わないんだよ。だから結婚して子供を持つのが怖くなるんだよ。このまま一生半人前の人生しか生きられないなんて本当に情けないよ。自分がわがままをしていることを他の兄弟に指摘されると怒っているよね。こうして家族仲良くなれないんだよね。全部身から出たサビだよ。あなたはまだ知らないんだよ。しっかりと大人になって生きることがどれだけ大切かを、そしてどれだけ素晴らしいことかを。
あなたは今好きなことにお金を使って遊んでいるけど、それは何にも大切なものを残せないんだよ。もういい加減大人になりなさい。自立しなさい。あなたはもう子供じゃないんだよ。あなたはもう社会人なんだよ。親はあなたの生活の世話をする義務なんかないんだよ。むしろ親に恩返ししなさい。親を保護する立場に回るべきだよ。依存してたかって親を苦しめていることに気づきなさい。自分が楽をするために親をいつまでも踏み台のように足で踏みつけて生きるような人間が幸せになれるはずがない。そんな人間は未来の自分が許さないよ。今すぐ依存をやめなさい。自立しなさい。大人になりなさい。そうしたら素晴らしい未来が開けるよ。自分のもっと素晴らしい可能性が見つかるよ。やりがいのある仕事、素晴らしい結婚相手、可愛い子供たち、この大切な宝を手にするために、さあ今すぐ自立しなさい。頑張りなさい。言い訳をやめて今すぐ自立しなさい。未来の自分はあなたをしっかり見守っているからね。